皆さん、こんにちは。アンズです。袖ヶ浦に来たので、フラットアースの実験をします。アース、カーブ、コールキュレーターを使って計算した通りに映像が映るか、です。場所は、袖ヶ浦海浜公園から首都高荒川湾岸橋を映します。海ホタルが見えます。そこから、右の方に行った公園です。有名な千葉フォルニアで、ここの袖ヶ浦海浜公園から映します。ほぼ海面ですが、うるさい人がいるので海抜1メートルとしました。ここからスカイツリー方面に行きます。この首都高湾岸線の橋と先ほどの公園の距離を計測します。ウィキペディアから、この橋の高さは、水面から抜けてした高さは 24.9 メートルとのことです。行き過ぎた。計測結果、23.21km でした。では、アース、カーブ、コールキュレーターにて、地球が丸い証明をしてみましょう。距離を入力。計算結果は、首都高の橋は約30メートル海面から下がっている必要があります。先ほど言った通り、海面から 24.9 メートルの橋なので、走ってる車なども見えないのが、地球が丸い証拠になります。これが、ウィキペディアの情報です。実際の映像の前に、再度確認しましょう。この橋の上の車が映ってはおかしいということになります。
冬なので、蜃気楼的な光の屈折もないと思います。すごい距離です。おそらく見えないでしょう。地球が丸かったら。では、実際にカメラ映像を見てみましょう。手持ちなので、若干揺れます。では、行きます。バリバリ見えてるやん、ダブルダブルダブル。地球って丸くないの。これはどういうこと？フラットアースかもしれない。うん。誰か説明して、具体的な話で寝れません。地球規模で騙されてるのでしょうか。それでは、バイバイ。またねー。